はいどうも、えっと、今回はですね、吉野家の朝定食を食べるとですね、えー、その日のうちにもう一回行くとですね、200円引きになるクーポン券がですね、もらえるっていうお話とですね、えーまあ、これはですね、吉野家がですね、24時間営業をですね、かなりやめてるんですね。その辺の、えー、弊害があるのかなっていうお話ですね。 えー、えっと、なんかですね、まあ、簡単には、あと、朝定食を食べていただくと、えー、次もう一回来てくれたら200円引きの券をあげるよっていうお話ですね。で、えー、個人、まあ、ほとんどの人が思うと思うんですけど、1日2回吉野やって結構きついんですね。 で、そこまでしていくかっていうと、ねえ、ちょっときついような気がしますけど。で、えー、一応記事にもなってまして、はい、食品新聞なんてのがあるんですね。えぇ、ー、と、で、まあ、えぇ、ー、ん何が書いてあるんだろう 朝定食のトライアルも促進していく目的と見られる。えー。で、えー、ちょっと前にね、私撮ったんですよ。あ、ちゃちょっと待って、待つか。はい、これはコメント。はい、まあ、えっ、ー、と、割と2月から3月なんで、 えっと、2月の2日ぐらいにはこの記事は見てる記事じゃないや。なんかこの辺の割引の話は見てるんですけど、1日2回吉野やってね、結構きつい、きついんですね。200円ごときでもう1回吉野屋行くかっていうとですね、結構きついんですよ。また来たあいつみたいな感じ言われても嫌ですし。 どんな人が行くんですかねもうちょっと早くするか。えー、っとね。なんかね、えー、っと、私の考えの人がいないですね。えー、っと、280円時代は3食牛丼の時もあったが、今はもう無理。あ、結構値上げしたからね。 今、牛丼一杯450円ぐらいなのかな確かに人によってはいいサービス。仙台市内、吉野家が減ってるからな。あ、そうなんだ。吉野家はうまい。二回行くのはきつい。きついんすよ。しゃぶつけ衝動から全く行かなくなったな。あ、そうなんだ。ねえ、だいたい。 普通の人はですね、1日2回吉野へ行くのはね、きついんですよ。あの、1回その200円の券のために朝行って、もう1回ね、行かなきゃいけないってなると結構義務になってきちゃうとですね、ちょっと負担になるんですね。で、えっと、私の意見はですね、あの、吉野屋がですね、24時間営業を結構やめてるんですね。えー これがですね、神奈川県の吉野屋なんですけど、えっと、このぐらいお店があってですね、24時間営業やめのお店はありますかっていうとですね、こんだけしかないんですね。で、えー、これが東京なんですけど、東京、東京はお店が多すぎてちょっと表示しきれないんですけど、えー、24時間営業っていうとですね、えー、こんだけしかないんですね。こんなにないの。 こんなにやめてるの真ん中スカスカなんだけど。ああ、そう。はい。で、えっ、ー、と、吉野家がね、24時間やめちゃうとですね、朝何時からやってるかわかんないんですね。えっ、ー、と、うちの近所もですね、吉野家ありますけど、朝何時からやってるかわかんないですね。で、その、9時、10時に行くっていう選択はですね、ちょっと違うんですね。お昼ご飯食べないといけないから、 やっぱり朝、6時台とかですね、まあ遅くても7時台には吉田に入らないとですね、食べる気になんないんですね。で、何時からやってないと、な、何時から開電してるか分かんないとですね、えー、結構行くのが怖いんですね。一回、あの、7時半ぐらいならやってるだろうと思って行って、8時からの営業で、 えー、どうしよう、帰ろうか、どうしようかで、そうですね、7時40ですね、何分かぐらいに行ったんで、まあその8時まで待って、お店入って一応食べて帰ったみたいなのがありますけど、えー、わざわざ吉野家ごときでですね、行って空振りなんてことがあったらですね、えー、非常に、むかっパなわけですよ。 だからね、24時間やめた時点、時点でね、あのあ、朝の商品の周りが悪くなるのはですね、だいたい想像ついたような気がするんですけど、想像以上にですね、朝朝茶は、朝定食がですね、食べられなくて、あの、お魚とか納豆とか卵がですね、結構余っちゃってるのかなっていう、う、ことでこんな感じの、 1> 朝一回ちょっと食べてくんないみたいな感じのことをやってるのかなっていう印象なんですけどね。はい。えー、そうですね。ま、あ、いろいろありますけど。ワイテクション、あんま、あんまり牛、牛系がね、あんま食べたくないんで。毒朝定食とかその辺、なのかなやっぱね、魚が一個ついてた方がいいような気がしますね。 でですね、えっ、ー、と、この、海苔と、海苔とね、魚とですね、納豆と卵。あ、この辺か。一歳合切ですね、あの、24時間営業をやめてからですね、ものすごい回転が悪くなってて、どうしよう、みたいな感じで、なんていうような気がしますね。その一応、廃棄期限みたいなのは多分、廃棄っていうか、賞味期限みたいなのが、あると思うんで、その辺のですね、 うん。なんて言うんですかね処。処分も兼ねてのキャンペーンなのかなっていう印象なんですけどね。はい。で。えっと、一番怖いのがですね、さっきも言いました。吉村にですね、朝行ってですね、空振りっていうのが一番怖いんで、うん。24時間営業やめたんだったらですね、あのー、今ね、まあネットでちょ、 ちょっと調べれば、あの、わかりますけど、その、え、そんなことまで、わざわざしてまでですね、吉宮で朝食食べに行くかっていうと、それもちょっとめんどくさいんでね、うん。そうですね、吉宮に,には24時間続けてほしかったですけど、あのコ、コロナの影響とか色々ですね、景気が悪すぎるとかで、 夜中にですね、人が、あの、外出てなさすぎてですね、お店開いててもお客さん来ないんで、ガンガン閉めてってるんですね、吉野屋も。なんでまあ、お客が来ない間にですね、お店開けとけっていうのもちょっとかわいそう、かわいそうっていうか、なかなかできない選択だと思うんで、まあしょうがないですけどね。ちなみにですね、前撮った、前、前撮った時のですね、夜中の、 3時ぐらいからですね、1時間ぐらいお店に行ったんですけど、えー、ドライブスルーが、その行った時にドライブスルーが、のお客さんが1人いただけで、お店の中は私だけで、えー、他,他、他、誰も来なかったんで、本当にはね、24時間営業続けててもですね、ほんと人が来ないんで、大変なのかなと思いますね。で、えク、ー、私はですね、このキャンペーン中にですね、1回か2回ぐらいは利用しようかなと、 思ってますけど、なかなかね、近所のとこもね、何時からやってるかわかんないし、わざわざね、調べるのも大変だし、うーんってとこですね。はい、ちょっとまあめんどくさ、めんどくさいめんどくさいじゃよくないですけど、はい。まあ、こんな感じのですね、吉野も、ええー、そうですね、朝のメニューをですね、 一応、裁かないといけないからですね。大変ですよってことで。えー、で。まあ、私としてはですね、えー、吉野さんが、吉野家がですね、朝何時からやってるかっていうのが、その最大の問題で、で、第二の問題がですね、もう一回吉野家に行かなきゃいけないっていうのがですね、結構ハードルの高いキャンペーンなのかなという印象ですけど、あんまり文句言っちゃいけない。 ですけど、はい、えー、利用したい人がいたらですね、3月末でまでだそうなんで、はい、よかったらどうぞってことで、はい、以上です。